はい、こんにちは、新町 TV へようこそ。珍しく、まあ大雪かな。昼間なのに、道に雪が積もってます。明日は仕事にならない可能性があります。今、積雪量が大体、このぐらいですから、5センチぐらいですか。南岸低気圧特有の重たい雪なんで、もう竹が、こんなになってます。もう車の運転ちょっと危ないですね。スタッドレス履いてないんで、はい、十分車の運転には注意して帰ってください。もう止まった方がいいかもしれないですね。はい、これだけ降るのはもう高校以来かもしれないですね。高校2年生以来かもしれないです。まだまだ雪降りやまずといった感じなんで、どれだけなるか、またレポートするかもしれません。以上、本日ですね、11時過ぎ、日比中央町新町の様子をお送りしました。それではまた次の動画でお会いできれば幸いです。以上、新町 TV の動画をお送りしました。